はい、それでは皆様の記憶力が圧倒的に爆上がりする方法を教えましょう。もし記憶力が上がったら、忘れちゃった、あの人誰だっけとか、うわ、これ覚えようと思ったんだけど、早速忘れたとか、そういうのがなくなってきたらいいですよね。それだけじゃない。あなたが今までね、これはね、なんか授業で聞いたのにもう忘れた、なんだこの頭とかってやってたのが、覚えられるようになったら、そうです。今何歳だか知りませんけれども、小学生の時のような、幼稚園の時のような、すべてを新鮮に、そうなのかって吸収できるようになったら嬉しいですか？嬉しいんです。あなたの人生がはっきり言って変わります。なぜならば、覚えようと思うことは覚えて、別に忘れようと思うことは、それは見なくていいからです。じゃあ、そのようになる唯一の方法を共有いたしましょう。それは一体何かというと、あなた、覚えたいと、どんなことを忘れてますか？あれ、覚えようと思ったの忘れちゃったな。思い起こしてください。どんなことを忘れてしまったんですか？じゃあ私ヒントをあげますよ。なんか違うな。それ違うんだよな。って言ってた人の話を覚えてますか？なんかこれ、私違うと思うのよね。って思ってた話って覚えてますか？はっきり言います。すべて脳から消えていってるんです。じゃあ、どういう話を覚えてると思いますか？そうだよね！そうだったのよ！私、そう言いたかったのよって言ってたことを人間は覚えてるんです。どういうことか。はっきり一言で言いますよ。メモってください。あなたの脳に残ってることは、あなたが感動したことなんです。ね？中学校の時に告白された時の、なんかあの人の顔とか、その時着てた服とか、なぜか覚えてたり、ね、感動っていうのは自分の感情が動くことを感動っていうわけですから、まあ、みんなの前で恥かいたとか、立たされたとか、指さされたとかっていうのはすごい覚えてるわけですよね。感情が動いた時に入ってきたものを人間は記憶してるんです。だから、なんか違うよね、あの人のことっていうと、違うねって思いながら聞いてたことは全部消えていきます。全部消えていくということはどういうことか。その時間、あなたが生きていなかったということなの。だから私に言わせるとね、沢さん、あなた一体人生何周目くらいの経験、体験をされてるんですか？なんでそんなに物事を知ってるんですかっていつもよく言われる。本当に国家公務員を退職してから、たった5年でそんなことをやっているんですか？やっているんです。どうやってやってるんですか？頭がいいんですか？頭がいいんです。なんでいいんですか？すべてを自分事だと思って経験体験してるからなんです。さっきのなんか違うよね。これ使うのかな？いらないのかな？ね、なんか中学校、高校の化学の授業でなんとかサクサルエニルアニンの化学合成式覚えてますか？覚えてません！なんでですか？一生使わねえって思いながら聞いてたからです。こん、何使うんだ？これ意味あんのかよ。まあ、とりあえず点数と一生懸命覚えるかな？覚えん、C の次は N で、まあ、一生懸命覚えるけど、もうテスト終わったらこれ忘れちゃおう。あなたの人生と全く関係ないこととそれを見てきた。じゃあ関係ある。一番あなたの人生に関係あることは何ですか？例えば、あの人好きだ。もうあの人のこと考えずには寝れないっていうか、考えてるから寝れないっていう。そういう人の顔を忘れますか？忘れないんです。なぜならば、あなたの人生ごとそのものだから。わかりました、沢さん。何でも感動しながら聞きます。少なくとも、全く理解できない、何言ってんだこいつって思うような話を聞いたとしても、へえ、そうなのかって思いながら聞いていたら、脳に残るんです。これは試しにやってみてください。へえ、そう。もし忘れちゃったとしたら、もし忘れちゃったとしたら、なんだ、まあいいや、関係ねえやっていう心が頭の中にあった。もっと言いましょう。そういうところに電気が流れてたってことなんです。ね。あなたが考えたり選択したりしてるんじゃないですよ。そういうところに電気を流したら、そういうふうに脳が、これは覚える、覚えないっていうのをやってるんです。なぜか。爬虫類の脳みそだったときに、うわー、やばい、蛇が来た、食われるっていう、この感動、ね、感情が動いてますからね。死ぬっていう時に、その記憶を残す必要があった。やったー、餌が出てきた、嬉しい、ここに来たら餌が食べられるっていう記憶を残す必要があった。
その超原始的な爬虫類レベルのね、これ大脳辺縁系っていうんですけど、そこがこれは記憶に残すのか残さないのかをコントロールしてるんです。だから今短期記憶と長期記憶っていうのがあってね、長期記憶にずっといっぱい入れていくとそれは覚えたってことになるわけです。短期記憶っていうのは例えば、55680、0460、55680460、はい、言ってください。55680460。ね、覚えられましたね。すごいですね。拍手。ね、こういうふうに短い時間だったら覚えられるんですけれども、はい、今の数字言ってください。もう忘れちゃった。ね、これが短期記憶なんです。短い時間、ワーキングメモリーって作業するときだけね、覚えてる。ね、55680460、私は覚えてますけどね。これは私の電話番号なんだけど、それは覚えるだろうみたいなね。やべえ、今ね、あれですけど。そういうふうに、要はね、今だけ覚えてる記憶ではなく、長期記憶、ね、これ、後でから呼び起こせる記憶っていうのに残していくかどうかは、感情が重要なんです。よくこういう方いらっしゃいますよね。私、人の顔を覚えるのが苦手なんですよ。私、人の名前覚えられないんですよ。って言ってる人、はっきり言いますよ。じゃあ、あなた、お母さんの顔忘れちゃったんですね。え、あなた、社長の顔忘れちゃいましたか？って、社長の名前なんでしたっけ？は、覚えないんですね。はい、不採用ですってね。覚えてるでしょ。つまり、あなたの人生にとって重要な人のだったり、もっと言うと、あなたの人生に重要なことは覚えてる。世界中で一番人が反応する言葉があるんです。一体何だかご存知ですか？愛してますじゃないんです。あなたも、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 全員必ずこの言葉に絶対に反応するっていう言葉があるんです。これ何だかご存知ですか？わかる人？あ、いいですね。ああ、違います。雑踏の中でその言葉をボソってちょっと言われただけで、えっ？ってなる言葉があるんです。はい。その通りです。自分の名前だけがどんなうるさいとこで言われても、おい、サワー。お、なんか呼んだんだ。サワー！誰だ？それくらい、なぜ自分の名前に反応するか。それくらい人間は自分のことにしか興味を持ってない。つまり自分の人生ごとと関係ないことは忘れていくようになってんだ。なぜならば感動しない。関係ねえよ。誰が選挙に出ても関係ねえよって思ってます。わかります？あ、ちなみにね、計算すると、一人、東京都には投票できる人が1100万人ぐらいいて、かけたお金とそれが4年間続きますんで、それで割ると1人の1票はの価格は290万円くらいになります。その290万円くらいを投票しに行くわけですね。そのくらい、まあ、関係ないですけど、要はちゃんと計算していくと分かることも、もう関係ねえよって思っちゃうわけです。本当は今通り過ぎたあの人が自分に1億円をくれる足長おじさんだったかもしれないのに、なんだあのキモいヒゲはって思いながら通り過ぎていく。つまり気づかなかったらそれまでなわけですね。まあちょっと余談になりましたけれども、あなたの記憶に残るかどうかはたった一つ。あなたの人生に関係しているかどうかを誰が判断してるんですか？そうなんです。あなたが判断してる。だから何でも、これは私の人生ことだ、これも私の人生ことだと思ってる人は全て記憶していきます。今からすごい残酷なことを言いますよ。私は47歳ですけれども、澤さん何周人生生きてるんですかっていうくらい、いろんなことを知っていたり、まあ、いろんな原則をね、やって行動してますから、それが経験体験となって、さらに自分事となって、強力な知識になって、人々にこうやって伝えられるくらい、いっぱい経験体験していくわけですね。私に言わせると、50歳の人でも実際に50年間生きている人はほとんどいません。実際に5年くらいしか生きてない人がほとんどです。え、50歳なんですか？私5歳ですか？肉体が50歳なんですけど、頭の中5歳です。そうなんです！まあ、今から面白いこと言いますよ。ね。知識が2倍になると、知恵は4倍になる。知識が3倍になると知恵は9倍になるんです。なぜか。知恵とは既存の知識と知識の結びつきでね。ああ、それ知ってますって言っても、じゃああなたなんかそれ活かしてるんですか？活かしてません。これが知識です。
それ知ってるんですか？知ってるんじゃなくて、もう染み込んで、私勝手にそれに関する行動が出てくるんです。やめろと言われても出てしまうんです。これが知恵です。習慣化されてるわけですね。あ、知ってる、知ってる。なんかやってるんですか？やってません。はい、あなたの人生に影響を与えてないんです。で、知恵っていうのは、あ、これとこれはこう関係してて、これがこう関係してるから、この場合はこうなんだなっていうのがわかる。ね、知ってる、わかる、行動をする、何もしないでもやり続ける習慣化ですよね。やれって言われなくても、もう勝手にもうやってます。このレベルにならないと人生では使い物にならないんです。いちいち思い出しませんからね。これはどうだったっけ？あの知識とこの知識、いや違うな、この知識とあの知識違うなって、そんな時間ばっかりになっちゃうわけです。それを自分のものとして知恵に昇華させるためには、経験、体験をして、脳の中のね、一本の回路で考えてるわけじゃないですからね、脳のあちこちの回路で同時に考えて、こっちからもそうだ、こっちからもそうだ、こっちからもそうだ、だから私は確信してこうなんだっていう、それが脳の回路ですからね。さっき言いましたよね。私たちは生まれて一度も考えたことはない。その通り電気が流れた結果を見て、我々は考えたとか痛いとか感じていると誤認してるだけだ。だから我々がやるべきことは、唯一、なりたい自分になりたいというのであれば、なりたい自分を達成し終えた未来の自分が持っているはずの脳内回路を今作ってやるということだ。これを別の言葉にすると、なりたい自分が持っているはずの価値観を、で、今生きるってことだ。もし、なりたい自分のが持っているはずの価値観で今、とか、この10年間くらい生きてたら、今、なりたい自分になってるはずなんです。でも、なっていないということは、あなたが信じて、これがいいと思って採用しているその価値観が、なりたい自分だったら持っていない価値観だっていうことなんですね。つまり、今の自分の価値観で考えている限り、残酷なことを言いますよ。今の自分の延長線上の自分になっていくんです。そうですよね。達成した未来のなりたい自分を達成している自分だったら、ここで右行くのか左行くのかな、私は左なんです、怖いから、左の方が絶対いいんです。未来の自分だったら、これ、ああ、私の10年前ね、そういえばこんなこともあったと思いますけど、私の10年前はこれ右行ってましたね。したら、お、右行ってるんですか、あ、そうなんですか。また仮にね、その今の自分を沢茂と言って、その未来のなりたい自分を達成し終えた自分に名前をつけてみましょう。しげしげみさん。ね、しげしげみさん。お、しげしげみさんも達成してますからね。ところで、しげしげみさんの10年前、つまり今日何やってたんですか？お、しげしげみさん的にはね、私はアフリカといえば沢、沢といえばアフリカという未来を作り出しちゃってるから、もうね、アフリカのことは沢さんを通さないと話が進みませんよねって私今言われてるんですと。あ、そうなんですか。じゃあその10年前何だったの？あ、10年前ね。そういえば私、その人は何の人脈も何もなかったけれども、アフリカのね、イベントを主催するための動きをして、横浜市議会とかに行ってプレゼンをしたりして、横浜市でそういうイベント開きませんかみたいなのをやっていましたね。あ、そうなんですか。じゃあ私は行ってきますって言ってね、明日行くんですよ。いや、本当に。で、それアフリカジャパンエクスポのプレゼンをして、こういうことやって、38カ国の大使がね、集まるようなところから今依頼を受けてるんですって言いながら、そうやってプレゼンしてって、じゃあやりましょうとかやりませんとかね、そういうのやっていくんです。今の私がね、突然、さっきあったように、この話をしてる間にね、はい、明日の、いやじゃあね、昨日の夜ご飯何でしたかっていう質問が突然出てきても、そこに電気が流れたら考えちゃうわけですね。で、今私が、よし、今日はね、明日は魚釣りに行こうとかって思ってても、その知らない価値観がいきなりね、電気が流れて、今日は、アフリカの大使館に行ってるんじゃないんですかって言われたら、あ、行ってんのかなって思いますか？思いますか？思えないんです。思えないから、今の自分の延長線上の自分になっていくんですよね。知らず知らずのうちに。なりたい自分になりたいと言いながら、なりたい自分になれない行動を毎日しているんです。理由は簡単です。今のあなたの価値観を信じているから。
じゃあ頭良くなりたい、記憶力を上げたい人ってさっきね、いっぱい言ったんでね、教えますけれども、じゃあどうやったらなれるんですか？一言で言います。一言で言いますよ。メモってください。何があっても感動して話を聞くんです。とんでもない、絶対違うという話を聞いても、なるほど、そうだったのかって思いながら聞くんです。もしね、これが話してる人が、もうとんでもない、まあ別にその差別するわけじゃないですけども、絶対なりたくないような乞食の人が、弁当はな、このゴミ箱壊さればいいんじゃんって言って、ガー出てきた、うじ虫だらけじゃって言って、お前も食べろっつってて、ね、その人になりたかったら、その人の言うことを聞いてください。だってその人の価値観なわけです。ね、にもかかわらず、この人みたいになりたいです、あんな風になりたいですって、その人の本を読んで、うん、無理、誰が無理って言ったんですか？あなたなんです。ね、そういう話を聞いて、おお、どっとこうした方がいいですよ。うん、無理。それはあなただからできたんです。いやいや、私はそうだと思いません。私の価値観的には、それは遠回りだと思うんですよねって誰が言ってるんですか？あなたが言ってるんです。はい、おめでとうございますって私は言います。なぜか。あなたの思い通りになりましたよね、今。無理。その人が、それを成し遂げてるその人がわざわざ時間をかけて、うーん、君の悩みはそうなのか、だったらこうした方がいいよって言ってくれたのに、うーん、なんか違う気がする。はい、あなたの価値観を信じました。うーん、私には無理な気がする。はい、あなたの価値観を信じました。つまり、あなたが今の価値観を信じている以上、こういう事実なわけです。今の自分の延長線上の自分になりたいとあなたが願っているということです。あなたが願っていて、その価値観を採用し、それを選んでその通りになっていく。ただそれが毎日毎日毎日必ずずっと一つの例外もなく起こり続けた結果、今の自分になったんです。だから私は必ずこう言います。おめでとうございます。あなたの思った通りになりましたってね。思った通りになったでしょ。あなたが選んでそうやって違うな、無理だな、なんかその考え方違うなって。でも私はなんか違うなって思うことがもったいないですよっていう説明を今してるんですよ。それを論理的に分かりやすくいい言葉で喋る能力が高いから、みんなね、ああそうかな、そうかもしれないって今思ってくださってる。俺はね、何の説明もなしにね、いいかお前ら、俺の言うことを聞け、あ、自分の価値観を信じるな、俺の価値観を信じろって言ったらみんな言うこと聞かないでしょ。でも言ってることはそういうことなんですよ。だからなりたい自分を設定して、その人だったらどっちに行ってるのか、私の価値観なんか信じなくても。だって私みたいになりたいわけじゃないでしょ。まあ、ちょっとなりたいかなって思ってるかもしれないけど、その髭には絶対なりたくないってね。思ってるかもしれないですけどね、このヒゲだって意味あるんですよ。私はいろんな経験、体験をしていく中で、どういう時に人々が影響を受けている。ね、さっき私が頑張ってても、影響を、ね、みんなが受けてくれないから全然変わらないんですってね、この大切な視野を、ね、こういうことを言ってくれる人、周りにいますか？そういうことを言ってくれる人がいたから、今この話、私できてるんですよ、ね。で、これは言わなかったけど、みんなが全員必ず実体感として経験したことがある話をしてるんです。だからってなりますよね。そういういろんな経験体験をして、どういう時に私の話の影響力を呼んで実際にそのようになっていったかのデータベースがね、行動を皆さんの私が100倍してるんだったら100倍そういう経験があるわけです。その結果の結論だけをギュギュッと言うと、一言で言います。ありのままの自分であった時に一番影響力が高いんですね。もうちょっと分かりやすく言うと、ありのままの自分って何なんだよってね、みんな思うからね。これがありのままだよっていう変な鎧を着て、それを自分だと思ってる人もいるわけです。ありのままの自分とは一体何か。ね。ひげを生やすことです。違うんです。ね。そうですね。じゃあ、この話をしましょう。素敵っていう言葉聞いたことありますね。素晴らしいっていう言葉聞いたことありますよね。素直ですねって言葉聞いたことありますよね。はっきり言います。この言葉の意味を皆さん間違って使ってるんです。え？素敵ってなんかいいことじゃないの？いいことじゃない！え？
素晴らしいって、なんか、秀でてるとか、なんかいいってことなんじゃない？違います。え？じゃあ、素直と素晴らしいと素敵、どういう漢字が使われてますか？ね、元素の素が使われてますよね。あれ、素って読みますよね。実は、この3つの言葉は同じ意味だった。よくね、神道で、払えたまえ、清めたまえって、なんかこれ、なんか払うでしょ？ね。あれ、何払ってるんですか？あなたについた邪念とか煩悩とか狐とか狸とかね、そういう変なものがいっぱいついてるわけですよ。本当のあなたじゃない何かが、3歳までは純粋ピュアだったかもしれないけど、その後にね、こうやっちゃダメ、ああやっちゃダメ、いや、恥ずかしい、あなたはそんな恥ずかしいことじゃありません。いや、やめてください、お母さんが迷惑をします。ね。そういう変なね、考え方、邪念があって、いや、本当は私これやりたいのにっていうのが、私はそんなことやらない子ですっていうふうに、ね、法律ではこうなっていますとか、そういう鎧とか防御とか盾とかね、狐とか邪念とか、そういうものがどん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 ついてって、そのついているこれが私ですって言って、ありのままの自分じゃなくなっちゃって。で、それを払って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 、最後に残るのは何ですか？その最後に残ったのがありのままのあなた自体、それを素。元素の素、元っていうわけです。つまり、その素の自分が曇っていてね、なんか変なものがくっついてて見えなかったあなたが、払って払って本当のあなたが見えました、ありのままのあなたが見えました、これが素晴らしいわけ。晴れてきて、本当のあなたが見えるようになりました、これは素晴らしいの。つまり素晴らしいとは、本当のあなたですねって意味なんです。素敵っていうのもそうです。素敵ねーってね、いいねーって意味じゃないんです。素の敵って敵味方の敵って書きますけど、あれは敵で本当、的って書くんですね。的って何ですか？弓矢を引いてビーッとバーンってやって、ね、その中心以外の周辺のものに対しても当たったら点数になりますよね。男性的ですね、女性的ですねって言ったらどういう意味ですか？男性っぽいですね、女性っぽいですねって意味ですよね。敵っていうのはその周辺のことを言うわけです。だから、真ん中の周辺、ね、男性っていうのがあったとしたら、その周辺だから男性っぽいですねってこと。じゃあ素敵って何ですか？本当のあなたっぽいですねって言ってるんです。これがその漢字の成り立ちですよ。昔の人はありのままであることがどれだけ強くてすごくて素晴らしいのか素敵なのかっていうのを知ってたから、ありのままのあなたですねっていうのが褒め言葉だったんです。そこに邪念や狐や狸や鎧や法律かなんか変なのがいっぱいついて、私はこうでしょって言ってるのが偽物ですね。すぐわかるんです。ね、あなた本当に言いたいこと言ってないでしょ。それ言いたいことを言ってない人が人に影響を与えられると思いますか？私が今話してなぜ皆さんに影響を与えられているか。私は本当にそうだ、絶対にそうだ、こうに違いないと確信していること以外喋ってないから。私のこの言葉や目の動きや眉毛やこの毛穴から何かが漏れ出してるんです。うわ、この人本当のことを言ってる。少なくともこの人はそう信じて今ただ喋ってるんだ。これが影響力なんです。戦国時代の武将、なぜ髪の毛が長いんですか？でも私これちょんまげにするために伸ばしてるんですけど、ね、織田信長の主演とかやりますからね。これ自衛隊長くないですよね。何ですか？何ヶ月間もずっとお船に入れなくて髪の毛長かったら大変だしね。髪の毛短いとつかめないけど、長かったらつかめるとつかめるともう、あーって言ってもすぐ負けちゃうわけですよ。そうですよね。なんでそんな不利な戦国武将は髪の毛長いんですか？これありのまま信仰ってね、あって、インドでも爪は切らないとかありますよね。あれはもうこのまんまだが一番強いんだ。ありのままなんだ。髪の毛も伸びてて、抜けたら抜けたですよ。爪も折れたら折れたですよ。このありのままこそが一番強いんだ。影響力があるんだ。と信じてた。だからその辺の武将はそんなに伸ばしてないかもしれないですね。邪魔だから。でも、本当に影響力を及ぼそうと思ってる人はありのままでいい。だ聖徳太子とかめっちゃ長くて、この辺でグニグニグニってやって、こんな風になってたじゃないですか。え？毎日髪の毛洗える時代じゃないですよ。ありのま、これはね、断言します。
ありのままのあなたこそが最強なんだ。だからこのことに気づいたら、ひょっとしたら化粧をしなくなるかもしれない。私はこれね、ひげ剃ってないんです。手入れしてないんです。本当に生まれたままの顔でそのままのひげなんです。だからここは何にもしないと生えてこないんです。剃ってないんです。これが私の生まれたままの47歳の顔なんです。これになった時っていうわけでもないけれども、影響力が半端ないんです。だから、最初出会った時に、なんだこのうさんくさいひげはって皆さん思ったでしょ？そんなの思われてもいいんです。そう思って離れていく人は私の人生に関係ない人は結構。考えてみてください。あなた、死ぬまでにどんなに多くても3万人くらいの人としか喋れないんですよ。それ超多い人の話ですよ。3万人。あ、面白い話しましょうね。あなたは毎日一生懸命1円ずつ貯めていきます。死ぬまでにいくら貯まりますか？はい。計算しないで2秒で答えてください。はい、どうぞ。間違っててもいいです。間違うことが目的です。失敗してください。はい、計算してますね。はい、どうぞ。1円ずつ貯めた。死ぬまでいくら貯まる？はい、正解しようとしてますね。はい、どうぞ。はい、いいですね。はい。何百枚？はい。はい、いいですね、いいですね。ね、あのね、直感でいいんです。だいたいこれ正解しようが間違ってようが関係ないのね。関係ないのにみんな正解したがっちゃうんですね。まあいいですよ。それがあなたの脳の回路なんです。で、それを自認してください。あ、私ってどうでもいいのにこだわってんだなっていうことにまず自認してください。で、それはあなたが考えた結果こだわってんじゃないんです。あなたの脳の回路が今までそういうふうに鍛え上げられてきたっていう、ただそれだけの事実なんですね。だからそれがあなた自身じゃないかもしれない。だからそれが狐とか煩悩のところかもしれない。ね。たぬきとかね。じゃあ、まあ、答え言いますよ。3万円です。80歳まで生きて。え？ 1 円ずつ貯めて3万円なの？ 80 歳まで生きて。で、365×80 で大体3万くらいなんですね。はっきり言いますよ。塵も積もれば山となりません。これは時間が無限にあった時の話です。だから今、私ね、このことに気づいてから塵を積もらせるのやめて、それどころかね、100円入れて自動販売機で買うじゃないですか。その100円玉チャリンチャリンってこうね、自動販売機の下に転がっていっちゃって、おーいとか言ってこう取るじゃないですか。おー、取れねーとかやるじゃないですか。あれで10秒くらい使うじゃないですか。その間に、あなたの時給分を超えていくんです。5円とか1円だったら拾わない方がね、いい。時給700いくらだと、秒給 ?1 秒の給料が5いくらって3600で割ればいいんですけどね、まあ、1円くらいなんですけど、それ10秒くらいかかったら5円くらいなんですよ。だったら取らない方がいいっていうことになるんですね。もっと言いますよ。ちょっと話関係ないですけど、今から面白いこと言います。あなたの時給いくらですか？って聞くと、多くの人がね、はい、1000円です。はい、2000円です。いや、ね、大企業に勤めてる方で、あ、ちょ、2万円です。時給2万円です。まあ、そんくらいなんですね。いっぱいもらってる方。はっきり言いますよ。皆様の時給は、少なく見積もっても30万円です。時給ですか？時給です。なんでそんなことになるんですか？じゃ、時給30万円ってどんくらいかっていうとね、例えば年収5億円くらいだとすると、その年間200日くらい働いたとして、大体200日くらいなんですよ。ね、働いてる時間って。で、それを8時間で割ると、5億円で200日で8時間で割ると時給30万円くらいなんですね。いやいや、5億円もない、ありませんと。ちょっと待ってください。それ、今のあなたですよね。今日手に入れる考え方を手に入れ、手に入れ、手に入れやっていったら10年後にそのくらい言ってる人たちはこの中に絶対います。いや、もちろんね、いや、なんかクソくだらねえ話聞いたなーっつってね、はい、関係ない、私に関係ない話でしたっていう人はそれ記憶が全部消えますんで、ね、何も残らないで、ね、50年間生きてて5年くらいしか生きないでね、死んでってしまうかもしれないんですけれども、全部自分事だと思って記憶に残って、なるほど、その通りって思いながら聞いていたら、30万円だってことが分かります。
実際に30万円もら、あ、じゃない、実際に時給30万円で年収5億円くらいになる日が来るとしましょう。それが来たのは、今の1時間の使い方のせいですよね、おかげですよね。今の1時間がそれを作っていったわけです。実際にそこでもらったかどうかはもうさらに年老いてるわけですから、関係ないわけですね。じゃあ別の質問しましょうか。死ぬ間際にの1時間。もうヨボヨボで何もできない。寝ているだけ。痛みがある。苦痛がある。その1時間と、今元気でピンピンしてて、なんか楽しいわーって言ってるその1時間、どっちが価値ありますか？今の方が価値あるんです。今の1時間の方がずっと重要なんです。将来そこで実際に時給30万円になってるかもしれません。しかしそれは今のこの1時間ピンピン楽しく一生懸命過ごしたからだ。だからこの1時間を1000円だと思って使ってる人がいたら大間違い。あなたじゃなくてもいいですよ。隣の人が。時給1000円、その1時間を時給1000円だと思って生きてる人と、私の1時間時給30万円だ。この学びから徹底的に何かを奪い尽くして、絶対自分の人生に反映させてやるって。絶対この1時間を30万以上の価値にしてやるって思って話を聞いてる人、どっちと付き合いたいですか？その通りです。どっちの自分がなりたい自分になってると思いますか？その通りです。じゃあ別の言い方を聞きましょう。私はミジンコなんです。話しかけないでください。私は何もできないです。私は何もできない。哀れなミジンコなんでしょって言ってる人と、私は大志を抱いて、誰よりも立派な人間になる。そしてなっている。だから私は素晴らしい人間なんだ。そしてそのような素晴らしい人間に見合うような1時間の使い方をしていくんだって言ってる人、どっちがなりたい自分になりますか？はい。ね、この人はね、ミジンコになりたいのかもしれないですけどね。で、そう思うのはどっちでも自由ですよね。私の1時間の価値が30万円だと思って生きている人と、1000円なんです。ああ、1000円もらえた、ちょうどよかったですって言ってる人と、私の大切な1時間を使って1000円札1枚しかもらえないということは割に合わない。だからここのコンビニのアルバイトをやりながら、絶対に29万9000円分の私が起業したり、この世の中に本を書いたり、影響を及ぼしたりするときに、29万9000円分の何かを手に入れて、それを役立てると決めて、30万円と等価交換しようとしている人、どっちがなりたい自分になりますか？後者です。で、どっちになりたいですか？そうなんです。で、思うのは自由ですか不自由ですか。いや、実はね、思いたいんですけど、刑法第何条によってそう思うことが禁止されているんです。ねえ、残念でしたね。あっちの国に行ったらね、刑法57条で禁止されているんです。いや、こっちの国に行っても刑法67条で禁止。ない！これがあなたが望んでなりたい自分になってますよっていうことなんです。誰が決めたんですか？あなたが、いや、なんか無理そうだな、無理なことはやっちゃいけないんだなという記憶があるだけ。もっと言いましょうか。これ面白い問題出しますよ。なんかね、右と左のどっちかしか選べないんです。絶対右がいい。もう何が何でも絶対右が私のなりたい自分になれるという選択肢と、まあほとんどなれないかもしれないけど、まあこっち普通かなっていうこの選択肢、左の選択肢。はい、どっちを選びますか？こっち選ぶ。はい、その通りですね。どうぞ選んでください。ただし、右を選ぶと、今1億円払わなきゃいけないんです。あ、じゃあ明日にしましょう。明日1億円払わなきゃいけないんです。左はね、明日5000円払えばいいんです。はい、どっちにしようかな。ね、さっき右って言ってたのに、なんか1億円って言った瞬間にもう右選べない。もう1億円。だってあなた知ってるんですか？ 1 億円を稼ぐっていうのは私の時給がいくのに、こんくらい大変なんですよ。ね、何十、いや、30年間ずっと休みなしに働いてようやく1億円なんですよ。それを払える、明日払う。いやー、無理そうだな。はい、問題です。1億円払う、絶対選びたい右の選択肢と、5000円の、まあ、どうでもいい選択肢、どっちか1つ選ばなきゃいけないんです。どっちを選びますか？
はい。あ、右選ぶ。すごいね。じゃあ、払ってくださいね。多くの人がね、この時ね、やっぱり左って言うんです。なんでか。1億円が払えないって言うんです。そうですよね。だって1億円今まで払った経験とかあんまないですよね。不動産買った時くらいかもしれませんね。ランボルギーニ買ったくらい、時くらいかもしれませんね。そのくらいしかないかもしれない。でもね、それは、あなたの脳内回路で過去に1億円を明日までに払ったことがないという経験、その回路が存在しているわけです。だから、無理。もしくは1億円稼ぐには30年間無給で働き続けなきゃいけないという記憶があるわけですよね。その労力に比べたら1億円の価値がないって言ってるんですよ。絶対いいって言ってたけど、やっぱそこまで良くなかったなっていうのが1億円の重みと比べて、思って、やっぱ5000の方にしようって言ってるだけなんですね。はい、誰が決めたんですか？そうなんです。あなたは、あなたの記憶から、自分が考えられる範囲内で、1億円払う労力も決めた結果、一番いいと言っておきながら、大して良くなかったという計算に切り替えて、左の5000を選んでいるだけなんですね。ということは、これは思い通りになってますか？思い通りになってませんか？ 常にその1億円の重みも計算した上で、こっちの5000円の方がいいってあなたが思った結果なんです。じゃあ逆にこういう記憶があったらどうですか？昨日さ、ねえねえ、ちょっと1億円ちょうだいって言ったらさ、友達がくれたんだよね。だから今日も持ってないけど、明日1億円払うのもまたちょうだいって言ったらもらえるから、僕絶対右側選ぶんだ、1億円の方を選ぶんだって。そんな記憶がある人だったら右側を簡単に選べますよね。はい。何が違ったんですか？そうなんです。あなたの記憶が違っただけなんですね。いや、そんな記憶ありませんよじゃないんです。記憶とは一体何ですか？今から衝撃の事実言いますよ。今から言うものは全部同じですからね。まあ、メモりたかったらメモっていただいてもいいですけど。記憶、考え方、マインドセット、信念、思い込み、人格、アイデンティティ。なんかいっぱいいろんな言葉を使いましたけど、これらはすべて全く同じものです。思い込みも知識も。全く同じなんですか？あなたの脳の配線です。事実なんです。あなたの脳の配線がそのようにつながってた、なかったらそのような記憶は存在しない。そのような思い込みも存在しない。なんでそれできたんですか？なんでその配線ができたんですか？あなたがその時にそこにいたからです。今日ここにいなければこの話も絶対に聞こえてこない。聞こえてこなければこういう脳の回路ができることも絶対にない。ここにいたから何の努力もしてない。ただ座ってるだけなのに、いや本当ですよ。ね、だって勝手に聞こえてくるんですから。まあもうね、耳を塞いでても勝手に聞こえるくらいの声量で喋ってますからね。ここにいるだけでうわーやってても聞こえてくるんです。で、聞こえてきたらね、さっきいきなりね、全然関係ない昨日の番号は何ですかって聞いたら考えちゃったでしょ。聞こえてきたらそこに電気が流れたら自動的に流れるんです。だからどこにいるのかだけが重要なんです。例えばね、ものすごい罵り合いをしている絶対痛くないような場所にいたら、気分がいいっていう人はそこにいてください。でもね、気分悪いでしょ？なんで悪いんですか？聞こえてくるからです。もっと正確に言いましょうか。あなたの脳に強制的にその電流が流されているんだ。だから誰と一緒にいるのか、どこにいるのかが重要だってみんな言いますよね。だって聞こえてくるんだから。そしてその距離も重要なんです。これ100メートルくらい行ったら、宮沢さんと一緒にいました。何言ってるか分かりませんでしたけどね。結局、もう原則言います。原則。メモってください。どこにいるのかの履歴、経歴のみによって、のみによってです。あなたがどういう考え方、もっと正確に言いましょう。どういう脳の配線を獲得するに至るのかが決まってる。ここでポイントはだけですよ。だけ。あなたが今までにどういう信念、思い込みを持ってたのかも、その履歴ですから関係ありますよ。
日本語が聞こえる人間になりました。日本語が聞こえる、日本語の意味が大体わかるという脳を獲得しました。その脳みそを持ってここに行ったらこういう影響を受けるし、自動的に電気が流れてそういうふうに考えざるを得ないし、そういうものが見えてきてそう思わざるを得ないし、っていうのが延々とただただ続いてるんです。そこで、ね、いやいや、私は努力してるんです。一生懸命努力してね。普通の人だったら1時間しか勉強しないとこ、私は3時間勉強したんですっていう人もいるかもしれない。違う。あなたはその場にいたら3時間努力をしてしまうような脳の中の配線を事前に獲得していただけなんだ。そのような経験体験、あなた頑張りなさい、頑張ればいいんですよ。ね、3時間やりなさい。石の上にも3年ですっていう記憶を過去に持っていて、そうしないといけない感じの場所に座らせられてたからそうなっただけ。考えたことなければ努力をしたこともない。うわあ、終わった、人生終わったって今思ったかもしれませんね。違うんです。この真実に触れた日から本当の人生が始まるんです。終わったんじゃないんです。今までは自分で考えて自分で一生懸命何かやって努力しなきゃ努力しなきゃ、イエーって私は思い通りにならない、なんでできないの、私3時間やるって言ったのに、私はダイエットするって言ったのに、私は何とかするって言ったのに、なんでできないのって。なんでできないのじゃないんです。あなたのいた履歴がね、どこにいたのかの履歴だけで決まってるんです。だから私は言いますよ。あなたが今どこにいるのかにだけ徹底的にこだわってください。なりたい自分だったら、今どこにいるんだ。今なんとか大使館の前でチャイム押してんのかなみたいな。なりたい自分になるんだったら、一体どこにいるのかに徹底的にこだわってください。私、今から常識外れのことを言いますよ。しかし、常識外れのこと、それを常識だと思っているのが今の自分の価値観で、その価値観を常識と思っているからこそ、今の自分になっていったんです。衝撃的なことを言いますよ。先約を優先しているということは、今の自分の判断を狂わせています。もし成長の早い人がいたら、1ヶ月前の先約と成長し終わった今の自分の先約、そこに1ヶ月前はね、そこに行くべきかと思ってその先約をしたわけですよね。でも成長が早かったら、いや、今はそこではなくこっちに行くべきだ。成長してますから、価値観が変わってますから、私がいるべき場所が変わってきてるかもしれません。しかし、一様に先約を優先するという考え方を持っていては、その先約は過去の自分の判断で行われたものですからね。とは言っても、仕事的に上司が怒るんで、行かないと信用なくなるんで、というあなたの価値観を採用してるんです。もうこれ先約破れって言ってるんじゃないんですよ。常にあなたがいるべき場所にこだわり続けろって言ってるんです。タオさん、今日こんなところでやってていいんですか？いいんです。私はここを選んで、ここで今、この言ってるやつをね、こう録画してるんですけど、これが私の人となりを伝えるチャンスになってるんですね。で、今回は私の人となりの戦いになるんです。なので、私は今日ここでね、自分の人となりを伝える一番最高のエネルギーで、この話はね、誰が聞いても面白いんです。なんで面白いと思いますか？自分ごとだからです。私は私の話をしてるんじゃない。全人類が共通の脳みその脳内の機構を持っていて、その脳内の機構にあって、みんながなりたい自分になろうと思ってる。私はなりたくない自分になりたいんですって言ってる人は、なりたくない自分になりたいんですよ。つまり一人の例外もなく、なりたい自分になろうとし続けてるんですね。そのなりたい自分になる唯一の脳の使い方の方法を今話してる。だからこれは全員自分事として聞こえるんです。全員自分事として思うから、今皆さんワクワクしながらこれ聞いてるんです。本当なんです。目を見ればわかる。ああ、面白い話だなって。なぜ面白いか。あなたが今まで持っていなかった価値観を、でもよくよく聞けば確かにその通りだというアハ体験にも似た新たな自分の脳内に、これぞ本質って思える配線が今まさしくこの言葉を聞いている最中に構築され続けていってるから。
そして、これを自分の大切な人、子供とかね、まあ、配偶者が大切な人は配偶者でもいいですけども、おじいちゃんでもいいですけれども、に教えるつもりで聞いてる人と、ああ、いい話聞けまへんかなって言って、なんか、言ってる人と、どっちが脳内の配線が瞬間的に変わっていってますか？その通りです。前者ですね。だから、一番の勉強法は、自分の最愛にこれを教えてあげるつもりで常に聞くんです。いいですか？はい。それでは、高校の科学の授業を始めます。今日はね、なんかこのよくわからないサクサルエニラーニンという謎の物質の化学合成式について皆さんに暗記してもらいます。ね、ここがベンゼン環があって、ね、はい、これ N があってってこう、ね、覚えますか？なんだよ、関係あんのかよ。明日の夜の献立考える方が重要だよって思ってますよね？覚えないんです。自分事じゃないから。そうやってこの時間が消えていくんです。しかし、これだったらどうですか？明日あなたは東京ドーム5万人の観衆の前で、ピッチャーマウンドに立たされて、立ってたらピッチャーマウンドがウィーンってこう持ち上がってって、50メートルぐらいの高さウィーンってなって、うわーって5万人が、その、待ってましたって、その音の声の音圧だけ、ブワーってこう倒れそうになるようなマウンドに立たされてね、それでは、沢茂美さんによるサクサルエニルアニンの化学合成式についての講義が始まります。おお、待ってました。北海道から来ました。九州から来ました。サクサルエニン、エニン、エニン。それでは今からお教えしますって明日起こると思ったらどうですか？思いますか？覚えるんです。はっきり言いますよ。皆さんの人生には常に1秒の隙間もなくそのくらいの舞台が用意されてる。用意されてるにもかかわらずそれを東京ドームの舞台だと思わずに私はミジンコですよとか言ってやってる。だから50年生きてても私に言わせたら5年間くらいしか生きてないですよ。え、45年どこに行ったんですか？消えたんです。肉体だけ50歳になっちゃう。もったいないですか？もったいありますか？もったいない！そして知識が2倍になったら知恵は4倍。で、3倍になったら知恵は9倍。で、私はね、50年間分から生きてますから、何があってもね、なるほど、そうだったのか。はい。今日の中で一番大切なやつを言います。ぜひメモってこれを持ち帰って、これが実践できたら、はっきり言います。私たちを余裕で超えられます。その知識は、素直の定義です。よく素直な人は成長早いですよねって言いますよね。でも多くの人はね、間違って。素直なのは、ね、あの人素直だから上司に気に入られてね、成長が早くていいわ、違うんです。素直が、成長が早い本当の理由はですね、素直の定義を皆さん間違ってるから分かんないです。じゃあ素直の定義を申し上げますよ。これね、定義なんてもう聞いたら、これ？え、これが素直の定義なの？ってね、多分最初分からないと思います。でも、分かってたら、皆さんもう素直になって、どんどん成長してなりたい自分にひょっとしたらすでになってるかもしれない。素直の定義を申し上げます。素直の定義は、自分の価値観を信じないことなんです。自分の価値観を信じないことが素直ってことなんです。今からね、サオさん、毎日逆立ちしながら歩いた方がいいですよ。無理ー！はい、自分の価値観を信じました。あ、そうなんですか。あ、じゃあちょっとやってみます。やってみたら、いやーちょっとこれはできませんでしたとか、いや、こうね、効果があるのが分かりましたけど、足と同じくらいの筋肉の太さになるには、ね、5年くらいかかりそうですねとか、いろんなことが分かってくるんです。でも、人間はその脳みそで考えてるわけですから、電気を流してるわけですから、その脳みそのない価値観を使って生活をしていくことはできないわけですね。
あなたの価値観を信じるなと言われても、この中にある電気だけで今やってるわけですから、自分の価値観を使わずに何かを考えたり行ったりすることできないわけです。だから素直は難しいんですよ。だからもうちょっとわかりやすく言うと、今のあなたの価値観を信じないってことなんです。じゃあ澤さん何を信じたらいいんですか？素直の定義は自分のね、価値観を信じない。だから素直な人は成長が早い。だって何でもやってみちゃうから。赤ちゃんが成長が早いのは、これはこうですから、あなたの言ってることちょっと違いますよねって言わないですよね。そうなんですかって言って、すぐ何でも信じる。それは事前知識がないから、初めて聞いたことが全部ね。だから最初に仏教の話を聞いた人は、他の宗教の話を聞くとなんか違うなって思うわけです。他の宗教の人の話を聞いた後に仏教の話聞くとなんか違うなって思うわけです。このなんか違うなこそが今のあなたにさせていってる。で、今のあなたの延長線上のあなたになりたくないのであれば、その価値観を使うな。じゃあどうしたらいいんですか。なりたい自分を達成した未来の自分の価値観を信じてください。いや、わかりませんよって言っても大体は予測できるんです。ね、例えばなりたい自分がこういう人だなと思ったら、この人だったら絶対こう、ね、こういう場面でこっち選んでるでしょう。それは今の自分の価値観ですけれども、今自分が直接採用している価値観じゃないですよね。それを繰り返してやってみるからこそ自分の脳の中の回路がアップデートされていって、だんだんそうとしか思えない自分になっていくわけです。結論はこうです。なりたい自分だったら、持ってるはずの経験、体験を、あ、じゃあ、持ってるはずの脳内の回路を形成するような経験、体験を今の自分にさせてあげてください。これが結論になる。それは、もう一回言いますよ。大事なんでね。なりたい自分だったら持ってるはずの脳内回路を形成するような経験体験を今の自分にさせてあげてください。これが結論なんです。で、その経験体験っていうのは今の自分にとっては大概初めてのことであり、居心地が悪いことであり、積極的に手を挙げてくださいって言ってるのにこうやっていたりね、積極的ですみたいなね。積極的です。これです。私をさせてください。ビガーンみたいなね。いやーね、そんなね、もう、例えばエグゼクティブウーマンでね、超活躍してるような人になりたいのであれば、その人こうやって、こうやってますか、その人。あ、目が、まあ、ちょっと下げないとみたいな、やってますか？その人は、はいってやってるはずです。まあちょっとね、男なんで、ちょっと声は違うかもしれないですけど、はいって言って、はい、じゃあどうぞそこの方、私には夢があるっていきなり語り出したりするわけですね。その人だったらやってるでしょ。今のあなただったら、ああ、目が、みたいな。つまり、この人は今の自分の価値観を信じてますよね。この人は、今ね、そういう発言ができるのかどうかわからないけど、未来の自分だったらこうやってんだろうなって思って刺された、やべ、刺されたって思ってる間に言うことを考え、言うことを考えて、いや、この考え方も、そのね、弱々しいみじんこりしって言ってる人が考えるんじゃなくて、よし、私はなりたい自分を達成し終わった自分が言っているとしたら、ここでどんなことをみんなが聞きたいんだろうな、そうだ、こんなことを、よしって、この手を上げる、ま、下げるまでの間に、よしっつって、諸君、聞きたまえって言って、ね、なんかそういう話ができるようになるんです。これは脳の回路次第ですからね。大体皆さんはそういう回路持ってるんです。だって漫画読んでね、そのルフィだとか、なんか大好きな漫画の主人公とか、小説とか読んでるでしょ？その人たちの記憶があるんです。ただ、その人たちの記憶が自分のものになってないですね。私はそういうことを言う人間じゃありません。さっきからミジンコって言ってるけど、これミジンコじゃないんです。私はこういう人間でしゅって言ってるんです。誰が決めたんですか？そうなんです。あなたが決めたんです。私はこういう人間じゃないと人から責められて居心地が悪いという経験体験の回路が
何回も何回も育って、私はこういう人間です、出しゃばりじゃないんです、人前では騒がないんです、私は笑顔が似合わない人間なんです、という回路に電気を流し続けてきた結果、その周辺に電気が流れてきたら、そこに電気が流れていく回路を獲得してしまったので、考えてそっちに流してんじゃないですよ。電気の配線があってね、こうついて、あ、ついた。あ、ついた。足かった。足かった。流れちゃうんです。あなたが選んで、次つけた時だけはこっちに電気流れてねっつっても、配線がつながってなかった。流れないんです。それがあなたの脳の中で1秒の例外もなく常に起きていることなんです。だから安心してください。あなたそのもののせいじゃないんです。どこにいたのかの経歴がそうさせたんです。そして過去は変えられますか？はい、私過去変えられるんです。ドラえもん、ガチャ。できます。できますか？できないんです。もう一つ面白いことを言いましょう。未来はいろんな可能性がありますよね。5年後、例えば花屋さんになってる可能性もあるかもしれないし、自衛隊になってる可能性もあるかもしれないし、なんかね、弁護士になってる可能性もあるかもしれない。5年後じゃ難しいから10年後にしましょうとかね、あるかもしれないけれども、いろんな可能性がある。それがだんだん狭まってきて、明日なってる可能性ないよね。明日花屋になってる可能性ないよね。もっと言うと、もっと専門的で、一社どこに花屋になってる可能性ないよね。もっと専門的で、10秒後。10秒後には、もうここに座ってるか、ね、もう、沢さんなんか嫌いって言って、外に飛び出してるかくらいの可能性しかないですよね。つまり、どん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 可能性が狭まってくるわけです。はい、その可能性がいつか、ある可能性だけが1、100%になって、その他の可能性が0になる瞬間があるんです。いつだと思いますか？いついろいろあった、弁護士にも野球選手にもなれた未来があったのに、どっかのタイミングからこの部屋から出るような確率もなくなっていって、もうすでにそこに座っているその瞬間のその姿勢でいましたっていうことしかなくなるタイミングがあるんです。いつですか？今なんです。今から、ここからが面白いところですよ。じゃあ過去はどうですか？その瞬間の過去は、もう決まってるんですね。そこに座ってました。はい。3秒前もそこに座ってました。4秒前はそこに座ってこんなこと考えてました。もう全部決まってる。つまり現在から過去は一通りしかないんですね。解釈は変わりますよ。あの時は私は、すごい嫌だと思ってたけど、今となったらあの体験があったおかげであの時は幸せだと思ってるっていう解釈はいくらでも変わりますけれども、その瞬間、どこにいて何をやってたかは絶対に変わらないんですね。未来はいろんな可能性があるのに、今になった瞬間、この一つだけになって、過去も全部この一つだ。ということはですね、過去の出来事は、一通りしかないわけですから、それを最善だと言っても最悪だと言っても、一つしかないから、最善も最悪も同じですから、同じなわけですね。ということは、呼び方の問題ですから、最善最良のことだったと言って間違いないわけです。でも、多くの人は、あの時こうしてれば、あの時こうしてれば、なります？可能性ゼロです。あの時のこうしてればの可能性はゼロです。絶対揺るぎません。しかし、だから過去のことを後悔とか反省とか迷ったりしているのは全部時間の無駄ではなくマイナスなんですね。無駄っていうのはプラスマイナスゼロのことですよね。違うんです。未来の時間を奪い続けているんです。それどころじゃない。もっと悪い効果がある。その嫌なことや絶対に行わないことに関する脳内の神経をに電気を流してそこを強化してる。強化してるってことはどういうことか。また勝手にそれを思い出すことをあなたが望んでるってことなんですね。つまり反省、後悔、迷い、無駄じゃないんです。未来の時間を奪い、
必要のない回路に電気を流し続ける自分の脳内をそのように鍛えているんですね。これはマイナスです。過去は、起こったことは絶対変わらないので、それが最善最良だと思ってください。今私は疑っても疑っても疑い切りようのないことだけを言ってるんですよ。やだ、あれが最良だったなんて思いたくないって思う回路を育てないでください。あなたが思ってるんじゃないですよ。そういう回路はできてるだけですからね。いや、もう変わんないんだからね。あれが最良だったんだ。あれが最良だとすると、私は次にこういう行動をとって、こういう行動をとって、こういう行動をとると、あれ？これは本当にいいことだ。これがいい。これが起こったのは、これが起こって、これが起こって、これが起こったんだから、この最悪と思っていたこの出来事こそが最良だったと気づく行動をとっていくんです。で、これは普通に考えたらわかるんですね。これ最悪のように、今の私のしょぼい価値観ではこれ最悪に思えるんですけど、これが起きたってことは次多分これが起きて、こうなりたいってことはこれが起きて、これが起きて、これが起きたらこうなりますよね。じゃあこれが起きるためには、ここで私はどういう行動をしてるのかな。ここでこういう行動してますよね。これが起こるには私こういう行動してるから、これが起こります。ということは今ここ何をしてん、あ、こういうことしてんだ。私はチャイムを押さないとピンポーンって。これは未来に対する、いろんな様々な可能性の未来に対する、なりたい自分の可能性をピックアップして、ここにたどり着くためには、こういう経路だよねっていうのが、全部合ってるかどうかわかんないですけども、少なくともこっちには行ってないの。これが考え方なんです。考え方は常に未来に対して、なりたい自分に対して、なりたい自分だったらこうなってるよね、だったらこうしてるよね、だったらこうしてるよね。私の今のしょぼい価値観的にそんなことできないんですけど、未来の自分だったらこうしてるんだよねと。だから、なりたい自分になれるんでしょ。今の自分が一番いいと思ってることをやっているから、今の自分の延長線上の自分になっていくんです。はい。記憶力を上げる方法から、なりたい自分になる方法を結びつけました。はい。おさらいしましょうか。記憶力を上げる方法、感動してください。どうやって感動するんですか？さんまさん、私感動できないんでしょう。感動できないんでしょうって言ってください。そしたらね、感動しますから。じゃあ皆さん、奥義を教えましょう、奥義。感動できない人が無理やり感動する方法。皆さん、これどっちが驚いてると思いますか？わあ、すごい。ああ、すごい。2番目。わあ、すごい。3番目。わあ、すごい。はい。もう、これだけでクラクラしてますけどね。さかなクンとか、明石家さんまさんとか、なんで、ね、ズコーンとか言って、こけて動いてると思いますか？体軸をずらしてる。人間は体軸をずらしてるのを見たら、驚いてると思うんですね。だから、皆さん、ちょっとやってみましょう。なりたい自分になればいいじゃないか！そうなんです。はい。ね、ちょっと今動きが弱かった人は、今の自分の価値観を信じちゃってる可能性がありますね。あ、じゃあもう一回チャンスをあげますよ。ね、これ、じゃあ準備しないとね、みんな、いつ来たのかわかんないですからね。こうね、来たらやるぞって決めてても、あれ来てたんですかみたいな。皆さん、なりたい自分になっちゃってください。ね、こうやると、もうエネルギーも使うし、自分の脳が、あ、今驚いてるんだっていうのが分かるんですね。そうすると、記憶に残るんです。だから、わあ、すごい。おお、すごい。そうなんですか。もうね、髪の毛が乱れて大変ですけれども。でね、それを相手も感じるんですよ。だから明石家さんまさんと、うぃーとかってやってると、みんなね、うわ、驚いてくれてるって。
じゃあ、本当は話すつもりなかったけど、ちょっとここまで話してみようかなって言って、どん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 面白い話が出てくる。だから、名司会者は、相手に喋らせるのが上手なんですよ。それは、驚いて見せてるんです。ね。ああ、すごい。ああ、すごい。ってやってたら、驚いてないじゃないですか。ね。でも、やったら、こいつ、そんなに驚くみたいな。え、そんな面白いこと言った俺みたいな。目の前の相手を喜ばせてあげてください。なぜか。目の前の相手こそが自分なんです。自分がしてもらったら嬉しいことを自分がまずあげてください。それができないんです。たまにこういう人いますね。俺は絶対に微動だにしねえ。おめえが何言っても面白くても俺は面白くねえ。俺が笑ったら負けだって。誰に負けてるんですか？ せっかく話してんだから、そうなんですかって、ああ、そうなんですか。自分だったらね、こう言ってくれたらもっと面白く喋れるのになっていうことをやってあげてください。なぜなら目の前の相手は自分ですけど。目の前の相手は自分だと思って、いいものを渡そうとしてる人と、目の前の相手を他人だと思って自分がいいものをもらおうとしてる人、どっちになりたいですか？その通りです。はい。ね。そうやって驚いてください。だって自分だったら驚いてほしいでしょ？ねえねえ、聞いてよ。は？ねえねえ、聞いて。え、なになに？そうなの？ってやってほしいでしょ？ それを目の前の相手だと思ってやったら、それこそが自分の脳を活性化し、記憶に残り、すべてが自分ごとになっていく。目の前の相手自分だと思ってたら何がいいか。この肉体に閉じ込められたこの自分だけが経験したことだけではなく、2倍の経験を同じ時間で味わうこと。はい、どっちが脳の中はね、50年生きてて、5年しか生きてない人と、ね、もし2倍になったら50年生きてて、この100年くらい生きてんだと。澤さん、一体人生何周目なんですか？このトークもね、やればやるほど上手になるわけ。ね、もう何回目か分かんないけど、だからね、みんなね、上げても上げても減らないものを上げてください。はい、上げても減らないものなんですか？笑顔です。上げても減らないものは一番笑顔。でもね、みんなね、笑ったら負け。ね、誰に負けてるんです？はい、じゃあ2番目、知識。ね、今日仕入れた知識を大切な人に教えてください。減りますか？増えるんです。いえば、澤さん言ってたのすごい面白くて、あの時は確かにって思ったんだけど、いざ言おうと思うと言えないなって、そんなこといっぱいありますよね。何だったっけってメモったんだけどなって、なんかちょっと言い方が違うなみたいなね。言えば言うほど上手になって自分の脳の中の回路が形成されるから、それは自分の知識になってくるんです。ね？使い物にならない知識と使い物になる知識、どっちがいいですか？なんか知ってたんだけど忘れたなーって、こう使い物になりますか？ならないんです。知ってるんだけど、メモない、見も見ないと分かんない使い物になりません。勝手に出てくる。今私何も見てないし、もうただ言いたいことずっと言ってるだけですね。これは私の脳に完全に自分のものになってるから。だって自分考えてますからね。あ、考えてないのか。そのようなね、の、あの経験体験、つまり言うという経験体験を積ませたからです。この肉体に。そして、元気。私今、ね、なんか元気出してますよね。で、これを聞いて、うわー、寂しいわって思わないでしょ？ なんだかしなきゃ元気になってきたでしょ？元気、知識、笑顔、これを上げれば上げるほど増えていくんです。私はね、自分が元気を出せば出すほどもっと元気になっていく。皆さん元気になりたいときに、すいません、元気ないんで元気くださいって言ってたら元気が上がってきますか？元気がないときは元気を上げればいいんです。はい。じゃあ今日の話面白かったですか？面白かったですか？はい、素晴らしいです。じゃあ、自分に拍手。ありがとうございました。